ゆらさんのナイスショット写真、ナイスショット写真他にもあるよ。この間のね、香川もめっちゃ良かったから、これほらめっちゃすごい。このゆらさんのこのダイナミックさがいいんだよね、多分奥行き感を出してくれる。うん、めっちゃいい。これもね、あれでやります、あのログインボーナスでこのね、やっぱアングルとかで全然さ、同じ場所で同じようにポーズ撮ってもさ、全然さ違う人、違う写真になるからね。あ、ゆらさんゆらさんが手振ってる。いや、ゆらさんのね、私が焼いてるたこ焼きを待つ可愛いゆらさん見る。これゆらさん、これ見せてもいいですか。たこ焼き食べたすぎて。いいですか、ゆらさん、これ何かわからないけど、どうぞ。まさかのまさかのって焼けるまさかの食べたいなの。これはね、本当にね、なんかあの駄菓子屋の店主になった気分だった。なんか子供がさ、早く食べたいなって待ってる子供が買いに来てるみたいだった、うん、これは面白いでしょ。これもね、ログインボーナス出しますから。いや、これだいぶ面白すぎて撮っちゃったやつね、写真、うん、で、写真に気づいてふざけるゆらさんね。写真に気づいてペロッとやる面白いな。あと今日はね、あのログインボーナスには出しましたけどね、スターバックスでバナナフラペチーノてるところ、ゆらさん面白いからよく撮るんですけど、可愛らしくて、アイスの時もね、今の時もペロってやってますね。あと、あたらちゃんのコンサート見に行った時にちょっと時間があってね、あの路地でちょっと待ってた時にゆらさんにあのカメラを向けたらね、なんかね、あの麦茶の音を聞いてた麦茶と対話してました、うん、広告作るぞ私を撮るときは撮ってほしい。そりゃそうですよ、やっぱいいアングルで見つけたときにまずゆらさんを撮って、あ、めっちゃいいと思ったらそこで撮ってほしいから。そう、あとこれね、早そうなの、これ好き。これあたるちゃんのコンサート行く途中の東通り商店街、早そうだけど、これ止まってるからで、これよく見るとね、右足と左足、じゃあ右手と左手逆、うん、ナンバー歩きになっちゃってるって、うん、面白い。これなかなかいいよ、これほら、これなかなかいい。すなわち営業撮影、そんなことないですよ。私はあの今にログインボーナスのために撮ってますから。ゆらさんは様になるから撮ってて楽しいんで、これめっちゃいい。ゆらさんの癒しの写真が映える。そう、ゆらさんの写真はね、結構映える写真多い。これもめっちゃいいわ、うん、ゆらさんは癒しゆらさんの写真集、いや、写真集出せる波に撮ってる私。これ見せたっけ、これね、なんかバーチャファイターバーチャファイターにいそうな、たこ焼きの表情が忘れない。たこ焼き画像もう一回おかわり、たこ焼き画像おかわりいただきました。たこ焼きこれをめっちゃ最高。たこ焼き画像おかわり